ママトク元気ラジオ。この番組は合わせ小学校前、おいしい雑貨やシャムズ、子ども服、子ども用品、制服のリユース&アウトレットのお店、マムズマート那覇新都心ストアの提供でお届けします。次のステージ行きましょう。おはようございます。ママトク元気ラジオ、パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラー、そして褒め合いマスタートレーナーの堀江里美です。今日は麦忘れましたね。改めておはようございます。麦ということで、今日もね始めていきたいと思います。台風18号、ねなんかね過ぎ去りましたがね、解除になってね、ほっと一安心っていう感じですかね。なんかね、大きい台風がね、今までにないような大きい台風が来るぞ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 っていうことでね、すごくね構えていたんですけれども、まあね、大した被害がなく、私の周りの方ではね、大した被害はなく通り過ぎていったのでよかったなっていう感じなんですけれども、でもなんかね、瞬間最大風速もかなりね大きいのを吹いていたようで、まあ離島の方とかもねいろいろと被害も出てるようなんですけれども、今日もまだ開始風ね、突風とか吹いたりしますので、安全には気をつけてお過ごしください。またね、特に車の運転ですね、車の運転、いつもよりもちょっと車間距離をとって、まあ、ゆっくりね、時間にもゆとりを持ってお出かけすることをお勧めしますよ。でまたお子さんのこの、帰る時刻とかもね、本当にね、こうちょっとね外に出てね待ってあげてもいいかもしれませんね。はい、こんな感じで今日ねお送りしますが、今日はそう、ママ特元気ラジオ、この番組はママはもちろんママじゃなくても聞けば何かしら得する情報、聞けば何だかね元気になるような情報をお届けしようという番組です。でこの番組はまあ、FM ギノワンのこのねスタジオ、こちら場所はね、ギノワン市の旧ナーになるのかな、ジュロベーカリーの向かい側なんですけれども、こちらの方から生放送でお届けしていますが、電波のね入らない地域の方もユーストリームでね、生でユーストリームで見ることができますし、ツイキャスとかね、またFM ギノワンのホームページの方からですね、サイマルラジオ、そしてリッスンラジオね、こうホームページの方でちょっと検索すると出てきますので、そちらの方からねラジオと同じようにね聞くこともできますね。なので電波の入らない地域のお友達にもぜひ教えてあげてください。そしてまた放送後はね YouTube の方にも動画がアップされたりしますので、またお好きな時間にねお聞きください。ということで今日はもう早速ね、素敵なねゲストさんが来ていただいてますので紹介したいと思います。ではよろしいですか。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、台風ね、過ぎたとこ、まだまだね今日の放送どうなるかわからないという状況ねだったんですけれども、無事ね解除されて、暴風警報とか解除されて、放送できましたね。ようこそおいでくださいました。まずはじゃあね、自己紹介からお願いします。おはようございます。はい、おはようございます。はい、神様との約束プロジェクトの実行委員会、実行委員を務めさせていただいている中んだかりみどりと申します。はい、みどりさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。はい、神様との約束実行委員会委員長をしております本永明子と申します。よろしくお願いいたします。はい、はい、明子さんよろしくお願いします。はい、お二人のね自己紹介の前に神様の約束っていうのがね出てきましたけれども、
ね、あのラジオを聞いている方たちも何だろうって、ね、思っていると思いますので、早速この神様の約束って何ですか。あの、ドキュメンタリー映画になりまして、はい、体内記憶を持つ子どもたちのお話をまとめたのドキュメンタリー映画で、はい、あの産婦人科医の池川明先生というあの本もあのたくさんあの、はい、まあ、出されている著名な先生なんですけども、はい、その先生もあの出演されていてっていう映画になっていて、であの、まあ、目には見えない世界なんだけども、うん、あの子どもたちがあのまあ、どうやってというかあの何のために生まれてきたのかっていうと、まあ、お母さんをあの、まあ、助けるためっていうのを口々に言うというお話で、はい、で、まあ、あとは、まあ、いろいろ使命を持ってそれをあの、まあ、伝える子どもたちが多いということで、はい、まあ、でも、まあ、こちょっと、うん、自分の身にはあのなかなか、うん、人というかリンクすることがないかなと思う方でも、うん、まあ、あの自分が生まれてきたわけは、まあ、自分をあの、まあ、満たすためだと、うん、で、まあ、命を精一杯生きることっていうところに、うん、あの、まあ、気づきとか学びが得られるかと思いますので、うん、その映画の上映会っていうのを企画しています、はい、神様との約束という映画があるわけですね。はい、そうです。で、体内記憶ってなんかね、あの、まあ、聞いたりしたことあるんですけれども、うん、詳しくはちょっとわからない、まあ、はい、あの子供が小さいうちにね聞くと、うん、あのお腹の中でどうだったとか聞くとね、うん、覚えている子もいるよって聞いたことあるんですけど、それをちょっとこう深くあの探っていくような映画ですか。そうですね、はい、産婦人科医池川明氏で、この神様との約束を上映されるってことですね。はい、あの、はい、これがメインイベントで8月の4、うん、1月の、ああすいません、1月の、はい、1月のちょっと1月の8日日曜日になるんですが、うん、はい、その前にですね、はい、あのリレー公演であのまた、講師の方をお招きしてっていうのが10月、9日日曜日にあるものですから、はい、そちらのお知らせもさせていただきたいなと思いまして、10月9日、はい、今週の日曜日、はい、今週ですね、今度の日曜日ですね、はい、今度の日曜日ですね、はい、はい、ぜひじゃあどんなイベントですか。はい、はい、はい、あきこさんいきますか。10月9日の、はいはい、イベントはですね、はい、この神様との約束のシリーズ公演の中のリレー公演の中の一つ、うん、第2回目で、剣持直さん、はい、剣持直さんという方をあのお呼びして講演会をあのいたします。はい、剣持直さんというのはですね、あの女性の性について、うん、はい、性を通して女性を輝かせる、うん、女性としてあの生きていることの素晴らしさを伝えてくれる方なんですね、うん、はい、だからあのこの神様との約束っていうテーマの中にもある、はい、あの自分を輝かせる、うん、命を輝かせるということで、うん、あのお話をしてくれる方です。はい、はい、剣持直さん、あの女性、まあ、性についてなかなかね語るっていう機会もね、あの聞いたりとかっていう機会もなかなか特に女性はね、うん、あんまりないんですけれども、その性についてあのしっかりとこう語っていただいて、で本当にこう命が輝くようなお話ということになりますかね、はい、で、この剣持直さんは沖縄に来られるのは初めてですか。2年ごろ前に、あの、まあ、約2年前にあの来られて、講演会をされた方なんですが、はい、まあ、育休出産、育休産休を経てというか、うん、ちょっとお休みしてる時間があったので、はい、それから初めて沖縄に来るっていう、初めてというか、うん、はい、改めてまた沖縄で講演会をっていうのが10月9日になります。はい、わかりました。ですね、このじゃ、まずはこの大きなイベントは神様との約束が来年の1月8日に上映される。その前のリレーイベント、リレーなんですか。はい、リレー公演の第2弾っていう形で、はい、開催いたします。今度の日曜日に剣持直さんの講演会があるということですね、はい、でじゃあその詳しいあの内容をお知らせください。場所とか、はい、あとね、あの申し込み方法とか、はい、ね、チケットの購入方法だとか、はい、教えてください。はい、10月9日日曜日になります。2時から4時まで、はい、講演会がありまして、はい、参加費が5000円となっております、はい、で
場所が県立沖縄県立博物館美術館おもろ町の方にあります。であのこちらの方があの事前振り込みということで、うん、あのお話をさせていただいておりましたけれども、はいはい、あのそうですね、ちょっと、まあ、台風 の、 あの兼ね合いも ありましたので、はい、あの受付はあのそのまま、うん、あのしていただければなと思い、引き続きしていただけたら嬉しいなと思います、はい、であの連絡先なんですけども、はい、あの神様との約束プロジェクトということで、あの Facebook ページも設けております、はいはい、あと、アルファベットで神様 in 沖縄、.jimdo.com、ジンドゥという、ホームページのサイトがありまして、はい、神様 in 沖縄ジンドゥコムで、うん、はい、ホームページも立ち上げております。そちらからあのお申し込みサイトにつながっておりますので、はいはい、ぜひ検索して、受付お待ちしております。はい、はい、あのじゃあ、チケットはもう事前はい、なしですね。10月4日っていうのはもうなしにして、はい、まだまだ大丈夫ということですね。はい、で、じゃあ当日っていうのはな、当日のこのお客様とかはどうなりますか。当日はなしですか。はい、当日もぜひ来ていただけたら嬉しいです。うん、はい、まあお席に限りがあるので、そうですね、なるべくこの前もって、はい、早めに、はい、申し込みをしておくと確実にね、こう席もね、はい、確保できる、はい、で、まあ、でも本当に当日時間ができてぜひ行きたいという方はそのままね、はい、あの会場の方にお越しくだされば、はい、まあ、お席があれば、ね、はい、帰ることもできますよということですね。あ、はい、そうです、はい、で Facebook の方がもう一度じゃあ、神様との約束プロジェクトというところを検索してみてください、はい、で、もう一回のホームページの方が何でしたっけ。あ、はい、ホームページのご案内しますね、はい、神様 in 沖縄 kamisamainokinawa.jimdo.com、はい、神様 in 沖縄人流コムになります。はい、はい、ではね、素敵な、ね、イベントになりますのでぜひ興味のある方は、ね、検索してみてください。ここでちょっと あっちゃんの曲を、ね、入れたいと思います。この歌歌いま
てみましょうよ。子ども服、子ども用品、学生服のリユース、アウトレット、マムズマートがオープン。お子様が使っていたものを大切に次の方へとつなぎます。新品アウトレットもお得、売って嬉しい、買って楽しい、マムズマート。今すぐ58号線琉球新報社となり、マムズマート那覇新都心ストアへ。ん、何これ、新しい。丸ごとラスクが大好評のマイズサポートのサーターパンダギーよ。サーターアンダギーとファンとの出会い、カデルマ酸黒糖の甘さが口の中に広がる。県内各地で販売中。ジーマミー豆腐のおからでできたおから棒も大人気、販売中です。マイズサポート。子供服、子供用品、学生服のリユース、アウトレット、マムズマートがオープン。お子様が使っていたものを大切に次の方へとつなぎます。新品アウトレットもお得、売って嬉しい、買って楽しい、マムズマート。今すぐ58号線琉球新報社となり、マムズマート那覇新都心ストアへ。はい、あっちゃんの曲やっぱりね、すごくねいいですね。あのスタジオでゲストさんとね、さっきみどりさんね、もうやっぱりあの縁がね、あっちゃんにあるんですけれども、あのすごいね素敵な曲ですよね、うん、大好きですね、あっちゃんね。はい、であの、まあ、余談なんですけど、去年でした、その前でした、なんかみどりさんが開催した時もあっちゃんもね、なんかこうサポートしてくれたんですよね、うん、はい。で、じゃあちょっとね、マムズマート失礼しました、マムズマート那覇新都心ストアではね、毎日あの素敵なね、この子供服や子供用品をね、本当に1万点以上とそれ取り揃えて、こうね、店内に展示しています。あなたのね本当に欲しいものが見つかりますよ。今すぐ マムズマートへお出かけください。ではまた後半もね、この神様と約束、そしてまたあの、この今回のこの10月9日のね、剣持奈緒さんの講演会に向けてのね、イベントについてお話し聞きたいと思うんですけれども、またじゃあお付き合いお願いします。お願いします。はい、ではあの先ほどね話がありました、この剣持奈緒さんという方なんですけれども、あのもっとねちょっと詳しく剣持奈緒さんについて知りたいんですけれども、教えていただけますか。はい、ですね、剣持奈緒さん、結構、はい、もう2年前にいらっしゃった時も、まあ、女性としてはびっくりするようなワードをたくさん話しされてまして、うん、はい、まあ、すごく美しくて、柔らかい方なんですけど、はい、女性のセックスはとか、うん、オーガズムのこととか、あと、マオさんが発信した言葉で一人宇宙というのがありまして、それは女性のマスターベーションの話なんですけれども、そういうことも恥ずかしがらず臆さず話していくんですね。でそれは命に関わる心と体と、それから性のことっていうのは命の根源である、命に関わることだから隠すことではないということで、それをとても大事に話をされてるんですね。なので最初そのチラシを見た時も、うわーこのワードとかっていうふうに驚かれた方もいらっしゃったかと思うんですけれども、実際奈緒さんのお話をお聞きして、皆様すごく解放されたというか、特にまあ、男性の方もいらっしゃってたんですけども、うん、圧倒的に女性の方が多かったので、はい、まあ、皆さん女性の方あ私これでいいんだっていうことをすごく実感されて会が終わったんですね、はい、だからもう、実際にこのお話を聞くことで、はい、皆さんの気持ちのこう解放になる、それはまた今度結婚されて出産されて育児をされているので、またそこもつながる話をしてくれるのではないかと思ってます。はい、剣持奈緒さん、剣持奈緒さんももうちょっと詳しく知りたいなと思ったら、また
検索すると詳しくいろいろ出てきますよね、パソコンの方でね。はい、そうですね、はい、でじゃあですね、あのこの剣持直さんのこの、講演が今度ありますけれども、もう一度日時と場所とでこの、参加方法をお知らせください。はい、はい、10月9日日曜日、今度の日曜日になります。2時から6時まで、あ、2時から4時まで、ごめんなさい、14時ですね、14時から16時までの2時間公演になります。参加費が5,000円、会場が沖縄県立博物館美術館になります。はい、はい、で、チケットではなくって、はい、お申し込みしていただいて、お振り込みの確認ができたら、はい、受付完了ということになります。はい、はい、で申し込み先なんですが、 Facebook ページでもあります、神様との約束、プロジェクトで、神様との約束はひらがなで、はい、でプロジェクトカタカナで、はい、でこのタイトルで Facebook ページを設けております。はいはい、これもこの Facebookページの方から直接申し込みもできるんですか？あ、はい、そちらの方にホームページのリンクを貼っておりますので、あ、はいはい、まあ、ただ、そこに、Facebook ページで、まあ、メッセージというかコメントも、まあ、受信、はい、できますので、はい、何か問い合わせとかありましたらお気軽に、うん、 そちらの方も質問とかもじゃあお気軽にってことですね。そうですね、はい、はい、じゃあ Facebook ページを通してホームページの方で、はい、申し込みをするという形ですね。あ、じゃあ、はい、そうですね、その、ホームページの方をじゃあもう一回ご紹介ください。あ、はい、ホームページなんですが、はい、アルファベットで神様 in 沖縄 人ドゥ .com になるんですが、はい、神様 in 沖縄までは、まあ、普通にアルファベットで打っていただいて、はい、で人ドゥっていうのが jimdo.comになります。はい、はい、神様 in 沖縄人ドゥ .com、 こちらの方がホームページになっておりまして、受付の方もこちらの方から、はい、お名前とかご連絡先とか、はい、はい、そこから受付をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では神様との約束ね、来年の1月8日の、ね、上映会の前のイベントということで、今度の日曜日、はい、沖縄県の、県立博物館美術館の方でありますので、はい、ぜひねお誘い合わせの上、はい、こう事前にねしっかり申し込みまして、ね、参加されてください。では今日はね、ゲストとしてみどりさんとあきこさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では、ここで私からのちょっとお知らせですね。褒め合い講座、県内で、2カ所でね、ただいま実施しています。第3火曜日が沖縄市の合わせ雑貨屋シャムス、そして第4水曜日は、那覇のマムズマート那覇新都心ストアでね、やっていますので、こちらも褒め合いということで、インターネットので検索すると詳しく出てきますので、ぜひね、こちらの詳細もご覧になってください。では神様との約束ね、でまた剣持直さんの講演会すごく楽しみですね。ぜひね聞いた方行ってみてください。では最後にね、一緒に麦って言ってもらっても大丈夫ですか？はい、もちろん。はい、では褒め合い認め合いねぎらい合い、素敵なね一日をお過ごしください。では一緒にせーの、麦。はい、ではみどりさん、あきこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では時間まで、あっちゃんの歌ね、この歌歌ってみましょうよ、お聴きください。
ママ徳元気ラジオ。番組は合わせ小学校前おいしい雑貨やシャムズ子ども服子ども用品制服のリユース&アウトレットのお店マムズマート那覇新都心ストアの提供でお届けします。次のステージ行きましょう。おはようございます。ママ徳元気ラジオ、パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラー、そして褒め合いマスタートレーナーの堀江里美です。今日は麦忘れましたね。改めておはようございます。麦ということで今日もね始めていきたいと思います。台風18号ね、なんかね過ぎ去りましたがね、解除になってねほっと一安心っていう感じですかね。なんかね、大きい台風がね、今までにないような大きい台風が来るぞ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 ってことでね、すごくね、構えていたんですけれども、まあ、ね、大した被害がなく、私の周りの方ではね、大した被害はなく通り過ぎていったのでよかったなっていう感じなんですけれども、でもなんかね、瞬間最大風速もかなりね、大きいのを吹いていたようで、まあ、離島の方とかもね、いろいろと被害も出てるようなんですけれども、今日もまだ、開始風ね、突風とか吹いたりしますので、安全には気をつけてお過ごしください。またね、特に車の運転ですね。車の運転、いつもよりもちょっと車間距離をとって、まあ、ゆっくりね、時間にもゆとりを持ってお出かけすることをお勧めしますよ。で、またお子さんのこの、帰る時刻とかもね、本当にね、こう、ちょっとね、外に出てね、待ってあげてもいいかもしれませんね。はい、こんな感じで今日ね、お送りしますが、今日は、そう、ママ徳元気ラジオ、この番組は、ママはもちろんママじゃなくても聞けば何かしら得する情報、聞けば何だかね元気になるような情報をお届けしようという番組です。でこの番組はまあ、FM ギノワンのこのねスタジオ、こちら場所はね、ギノワン市の旧名になるのかな、ジュロベーカリーの向かい側なんですけれども、こちらの方から生放送でお届けしていますが、電波のね入らない地域の方もユーストリームでね、生でユーストリームで見ることができますし、ツイキャスとかね、またFM ギノワンの方